あと20年以内に不老不死、永遠の命を達成できるかもしれない。もし本当にそうだとしたら、あなたはどうしますか？今回はそんな一見不可能に思える壁を越えようとするとある科学者に取材してきました。東京大学大学院工学系研究科准教授渡辺正隆。彼は人間の意識を機械にアップロードする研究をしています。人間の意識とはそもそも何なのかという究極の命題に迫る脳科学のスペシャリストです。それでは早速本題に入りましょう。あと20年以内の不老不死、永遠の命を達成することを目指している渡辺先生、果たしてそれは本当に可能なのか。まあ、本当かって言われるとやっぱり現時点では本当とは言えないと思います。それは僕が非常に大事にしていることであるんですけど、脳科学者としての良心として、まあ、言えることと言えないことっていうのはあるかと思っています。ただいろいろ現時点でいろいろ推察するに十分な、まあ、リソースですね、人的リソース、実験機器的なリソースもありますけれども、ぶっちゃけで言うとお金をかければですね、僕はやっぱり 70-80% の確率で達成できるんじゃないかなっていうふうには考えています。その方法なんですけれども、すごく簡単に言いますと、はじめにですね、意識の宿る機械を用意します。やっぱり僕のやっぱ根源的な興味というのは、人の、まあ、意識の仕組みをやっぱり科学的に解き明かしたいって思いが一番強いですね。なのでその一つの研究手法として、そのアナリシパイシンセスなんですけども、要は機械に意識を宿すという試みを通して意識の仕組みを知ろうということになります。まあ、それを裏を返すと、それができた暁には、まあ、意識の宿る機械ができるんですけれども、その確かめる方法として、僕がこの怪しい機械を持ってきて、ここに意識が宿ってるはずだと言った時に、どう信じればいいかって問題がありますよね。そもそも今あなたが目で見て知覚している世界が本当に真実の姿だと断言できるでしょうか。まずはこちらをご覧ください。青いなと思うと思います。ではこちらをご覧ください。赤いなと思うと思います。こうした青とか赤とか、私たちは色彩を伴った世界を知覚しています。色には波長というものがあります。紫色は波長が短く、赤色は波長が長いと言われています。人間の目で見ることができる波長には限度があり、その範囲のことを可視光線と呼びます。また紫よりも波長が短いと、紫の外側の光線ということで紫外線と呼びます。また赤よりも波長が長いと、赤の外側の光線ということで赤外線と呼びます。紫外線や赤外線は人間の目では知覚することができません。人間の目には網膜があります。この網膜をさらに細かく見ていくと、網膜の中には錐体細胞という細胞が存在します。錐体にはこのように3種類があります。それぞれ L 錐体、M 錐体、S 錐体と呼ばれています。それぞれが認識できる色の波長の幅が決まっています。これによって人の目は波長の長さによって青、緑、赤のように色を識別し分けて、その電気信号を受け取った脳が色のある世界を認識しているということになります。言い換えると、実際には色などというものはなく、現実世界は味気ない電磁波が飛び交う世界であって、その波長の長さによって錐体細胞が処理して、脳がそれを青だとか赤だとか知覚しているに過ぎないのです。いかがでしょうか。こう考えるとちょっと常識が覆る感じがしますよね。例えばこちらの画像、これは錯視と呼ばれるものです。一見すると斜めに見える線ですが、実はこれはまっすぐの平行な線です。次はこちら、ぐるぐるした渦巻きが回転して動いているように見えます。ある渦巻きを見ていると、また別の渦巻きが動いて見えます。しかし実際はこれは静止画です。つまり今脳が知覚している世界はそのままが真実だとは限らないのです。では次に、そもそも人間の意識とは何なのか、動画をご覧の皆さんと一緒に解き明かしていきたいと思います。我思う、ゆえに我ありという言葉があります。これはフランスの哲学者デカルトが残した有名な言葉です。今目の前に見えている世界、自分はそれを知覚して感じることができている。だから少なくとも自分という存在に意識はあり、自分はちゃんとそこに存在している。では自分の隣にいる人はどうでしょうか。本当に自分と同じようにちゃんと目の前の世界を知覚して、自分と同じように意識を持っていると断言できるでしょうか。例えばこの2人、私天野と共に YouTube を運営している間宮、左の男天野がこの色を青と定義しているとします。しかし実は右の間宮にとっては
この青はこう見えているかもしれません。そして間宮は全く違う色のことを青と呼んでいるかもしれません。また彼がいくら俺は意識があるよと言って泣いたり笑ったりしてみせても、それはあたかも意識があるかのように振る舞っているだけで、本当に自分と同じように目の前の世界を知覚しているという保証はありません。これを哲学的ゾンビと呼びます。つまり他人が本当に自分と同じように物事を知覚して同じ世界を見て同じように意識を持っているかどうかを知るには意識を共有するしかないということです。でこれはまあ2つ大きな問題があるんですけども、1つ目は有名な哲学的ゾンビという話で、人と同じように全く同じように振る舞うんだけれども意識だけを持たない存在がいるかもしれない、まあ、その時点でですね、その僕の作ってきた怪しい機械をに話しかけたりですね、なんか刺激を見せたりとかして、その反応を見るだけでは意識あるかどうか分からないわけです。言語で意識ありますかとか質問した時にありますと、まあ、答えたからといってそれを信じていいということにはならない。渡辺先生は右脳と左脳は別々の意識を持っていると説明します。また右脳と左脳のうち片方の半球だけを機械に置き換えて、機械と人間の脳で意識を共有することでちゃんといつも通りの世界が見えたら、その機械の脳半球には意識が宿ったということになると説明します。ではそもそも意識とは何なんでしょうか。私たちは赤色を見たときに、それをただ赤として認識するのではなく、それに付随するイメージ、例えば炎を連想したり情熱を連想したりします。また好きな人とあとちょっとで会える、そんな風な時ワクワクするその感じ、このように脳の情報処理に伴う質感のことをクオリアと言います。そしてこのクオリアこそが意識の正体だと言います。僕がこれ見た瞬間のオレンジとか緑とかそういう視覚処理した時に発生する感覚、あと僕が掴んだ時にあったかいという感覚、少し重たいなという感覚、その脳が処理しながらそれに伴う意識っていうのは私たちには間違いなくあるんですけれども、それはですね、脳といえどもやはり調べ尽くしてもどこにも見当たらない。要はその僕が作ってきた怪しい機械をどう調べればいいかって話なんですけども、どうにもこうにも客観的に調べるだけではやっぱり意識が宿ってるかどうかで分からない。なのでもう自分の主観を使って、まさに自分の意識を使って、まあ、その機械に意識が宿ってるかどうかを、まあ、味わってみるしかないでしょうっていうことになります。その機械を、まあ、自分の脳につなげる。ただですね、その脳に機械をつないで、でその機械を通して、まあ、見るとか聞こえるとかいういわゆるクオリア感覚意識体験ですけれども、それが生じたからといって、でそのデバイスに機械に意識が宿るとかは限らないという問題があります。機械の半球と脳の半球をつなぎましょうという話になりまして、で視覚で言うと左脳は右視野を見ていると、右脳は左視野を見ていると、で脳梁というところを通して2つの脳がつながってるんですけども、まあ、僕喋ってる言語を喋る意識ってのは基本的に左脳にあるんですけれども、その左脳の意識がきちんとですね、問題なく、まあ、左右両視野の視覚的意識にアクセスできているわけですね。脳梁がちゃんとつながっているのは健常者がバッとその両視野見えるっていうのは、左脳右脳にそれぞれ別の意識が基本的には宿ってるんですけども、それが脳梁を通した接続を介して、まあ、一体化していると。でそれをまあ逆手に取ったのが僕の脳の主観テストなんですけれども、片方を機械に置き換えると、でその時にその僕の残った左脳ですね、僕の喋るペラペラ今喋ってる左脳が機械が新しく担当する左視野も持って、同じようにズバッとですね、視野が一体化して見えればこちらにも意識が宿ったとしか言いようがない、まあ、この時点で右脳と左脳の意識が、その生体左脳と機械右脳である意識が、まあ、一体化してるわけですね。でもう一息、まあ簡単に言うと記憶を移すってことなんですけども、きちんと生体脳の方を記憶を機械の側に移すことができれば、例えばこちらの左脳が、まあ、何らかの理由でお亡くなりになった時に、あなたは機械の方で生きていきますよっていうのが意識のアップロードでして、機械と違って人は時に不安になったり焦りを感じたりします。過度な負荷を日常的に自分に課し続けていると、人は常に緊張状態にさらされ、うつ病を発症することもあります。人の脳の神経細胞はシナプスの末端からセロトニンという安心物質を放出しています。そしてそれを受け取る受容体があります。しかし放出されたセロトニンが一部シナプス側に取り込まれてしまうことがあります。それを薬でブロックすることによって脳全体のセロトニン濃度を上げる薬、通称 SSRI というものがあります。これによってうつ病を治療しています。
もし仮に私たちの脳が機械に置き換わった時、セロトニンのやり取りというシステムではなくなります。そうした場合、人間的な感情の一つである不安感や焦りといったものはなくなるのでしょうか。もし私たちの脳が機械に置き換わったら、恋愛感情が芽生えることはあるのでしょうか。つまりクオリアを維持することは可能なのでしょうか。僕たち実験的意識研究者っていうんですかね、そこの人たちの立場っていうのはまさに意識っていうのはまさにそのクオリアなんですね。なのでその脳が情報処理をした時に、見る聞こえる、それ以外にもですね、先ほどおっしゃったような感情とかですねもう含めて、全てその脳が情報処理をした時に伴う独特の感覚クオリア、それこそが意識だと考えています。なので、僕の立場です、結局ですね、脳も電気回路に過ぎない、その電気回路に過ぎない脳になぜかそういうクオリアというものが湧いている。ある程度ちゃんとその脳の情報処理をミミックできた機械では、情報処理に伴う様々な感覚が発生するはずだと。生まれないような脳を作ることもできるというのが機械の意識の利点ではあるとは思うんですけども、その気になれば、作れると考えています。と言いますのは、セロトニンというのはその神経伝達物質の一つなんですけども、結局はですね、その脳の電気信号がどのような形で次のニューロンに電気信号として伝達するか、その仕組みに最後は尽きるので、セロトニンという神経伝達物質、機械の脳では全くそのまま存在しないんですけども、それと全く同じような効果を模した電気回路を作ることによって、その気になれば鬱にもなる機械の意識を作ることができると考えています。ここでブレインマシンインターフェース、通称 BMI というものを紹介します。ブレインマシンインターフェースは、脳波を検出して機械に出力することができる脳と機械を接続する機器のことを言います。例えばこちらの映像をご覧ください。これは被験者にとある映像を見せて、その際に発生する大脳視覚野の動きを読み取ってデジタルイメージを再構築したものです。左が実際に被験者が見た映像で、右が脳の活動を読み取ったデジタルイメージです。この技術が進むと、もう心の中に隠し事をしていても全部お見通しだということになります。次にこちらの映像をご覧ください。このように頭の中にイメージを思い浮かべることで、実際に手足がなくても動かすことができます。いかがでしょうか。今脳科学の世界はここまで進化しています。 BMI には侵襲型と非侵襲型があります。それぞれどのようなメリットがあるんでしょうか。ブレインマシンインターフェースなんですけれども、大きく分けて2種類ありますよね。一つは侵襲型と、もう一つ非侵襲型。メインに人に対して応用されているのは非侵襲型で、基本的には EEG 脳波を取ったりとか、 MEG、脳地図を取ったりとかですね、あと MRI を取ったり、それでできるのはやはりかなりできることは限られているかなとは考えています。一つのニューロンでいうと、数千の入力を受け取って、でそれまた同じく数千に出力する、でその出力するたんびにですね、どれぐらいの強さで結合するかっていうのは決まっているんですけども、でどうしてもですね、非侵襲の方法を取ってしまうと、数十万とか数百万単位のニューロンのわーっていうその歓声みたいなものしか聞こえてこなくて、とてもじゃないけど個々のニューロンの声っていうのは聞こえてこない状態になっています。その最近結構驚くニュースがあって、頭蓋骨を開けて硬膜上に、ECOG っていう電極を並べて、そこからですね広範囲に信号を取った、集合的な信号を取ったっていうのがあるんですけど、そこからですねその人が聞いている音声とか発話しようとしている内容とかを、要は人が聞いて分かる程度に合成音声として再現できるってことは最近示されていて、僕はそれ随分びっくりしました。イーロン・マスクが率いているニューラリンクという会社があるんですけども、そこはやっぱり将来的にきちんと BMI を使えるようなものにするためにはどうしても侵襲じゃなきゃいけない。でその侵襲ってのは何かっていうと、その硬膜の下に、脳の肺白質があるんですけども、そこまできちんと電極を下ろして個々のニューロンの声を聞くということですね。でそこまでやると、もう猿の脳の運動やの神経を、数十と、記録して、ほぼ自由自在に70度ぐらいのロボットアームを、動かすことができると。死後自分の遺体を冷凍保存し、将来的に科学技術が発展した際に生き返らせようとする財団、アルコー財団などがあります。果たして一度死んだ人間を凍結保存しておいて将来的に蘇らせることは可能なのでしょうか。
賛否両論あるとはいえ、その今の技術では難しいので、その技術ができるまでの間とりあえず凍結しておきましょうっていうのは一旦の筋としてはそんなに悪くないと考えています。結局ですね、意識を吸い出すってことはどういうことかっていうと、脳の神経回路網を包み隠さず明らかにするってことなんですね。で、今考えられている方法は、猿なんかですと、安楽死させて、でその場でですね、脳をスライスさせるんですけど、その時にも凍らせた方がいいという話がありまして、少し硬くなるからです。で、凍らすと非常に薄切りができて、脳の薄切りができると何が嬉しいかっていうと、個々 その神経が数千から入力受け取って数千出力してるって話があるんですけども、十分に薄切りにするとその接続のワイヤーがですね、金太郎飴のように読めていくと。で、この大体10マイクロメーター弱の軸索の太さに対して数マイクロっていう薄切りができれば、こうやって一つの軸索に対して追っていくことができますよね。今まさに、そういう技術を通して、症状映え程度は全脳の結合が分かるようになっています。なのでそこだけ見ると、薄切りしてその神経配線を再構成するっていう技術ができるまで凍結保存しておきましょうっていうのは、そんなに筋は悪くないように。ただですね、ニューロン A からニューロン B にこうやって軸索通してつながってる時に、このシナプスの結合の強度っていうのは、オングストロームオーダー解像度がないと分からないんですね。なのでもうほぼ原理的にやっぱり脳を取り出してそこからと覗くという形では、シナプス結合強度までは少なくともこの100年ぐらいは難しいんじゃないかなっていうふうに考えています。人間の意識を機械に移してデータ同士の存在として生き残っていく世界になった際、恋心や他者に対する恋愛感情は生まれるのでしょうか？そうですね、それは作り込み次第じゃないでしょうか。究極系ですね、きちんとサービスとして成立させるためには機械の意識、要はコンピューター上の意識ってことになるんですけども、そこにきちんと世界を成立させるつもりではあります。いわばですね、マトリックス、映画マトリックスでいうところのマトリックスシステムみたいな感じで、今皆さんが生きている環境と寸分たがわないものを用意できるっていうふうには考えています。ということで、機械の意識、コンピューター上の意識ではあるんですけれども、そこにはきちんと人体とか伴っていますので、そういうのも大丈夫かと考えています。ここで量子脳理論というものを紹介します。これまでの話をまとめると、一般的には脳の神経細胞同士の電気信号のやり取り、つまり情報処理の過程でモヤモヤした意識というもの、つまりクオリアが生まれるということになります。しかし、理論物理学者のロジャー・ペンローズ博士と麻酔科医のスチュワート・ハメロフ博士はそうではないと言います。脳の神経細胞内にある微小管という構造が振動することにより、その中に存在する量子が振動しており、それにより人間の意識というものが発生しているのではないかと考えています。人間が生きているうちはその量子同士のやり取りが脳内に留まっているが、人間が死んだ後、脳内の細胞が死ぬことで、それまで脳内に留まっていた量子同士のやり取りが脳の外の量子とやり取りを始めることによって、意識が脳の外へと出ていく、つまり幽体離脱が起こるのではないかと言われています。これについてはどう思うのか答えていただきました。この間ノーベル賞を取ったペンローズがもともと発端で、ハメロフ・ペンローズって立派な科学者なんで、もちろん無限にはできないんですけれども、普通の脳科学者はやっぱり相当無理筋だなっていうふうには考えています。その彼らがその量子効果が起きてるって言ったのが、マイクロチューブルっていう、ものが小さければ小さいほど量子効果が大きくなるって話なんですけども、そのマイクロチューブルって何かっていうと、細胞の骨格を支えたりですね、あとはその軸索輸送といって、細胞の核で作った例えばタンパクとかをシナプスの方に運んだりするような、また逆にまた老廃物を逆に送ってくるような仕組みでして、そう考えるとですね、そのもともとマイクロチューブルっていうのは、彼らが十分小さいから温かく湿った脳の中でも十分な量子効果が起きるだろうということで白羽の矢を立てたっていう経緯があるんですけども、もともと脳の情報処理に一切関係してないんですね。脳の情報処理とも一切関係しないマイクロチューブですね、に意識の仕組みを求めるっていうのは、僕はかなり無理筋かなとは考えています。いかがでしたでしょうか？もし仮に研究が進んで機械の中で意識を生かし続けることができたとしても、今この体で目の前の現実世界を生きることができる時間は限られています。今私たちがこうしている間も、肉体の老化というのは刻一刻と迫っています。そして現状の医療技術では、老化を遅らせることができても
肉体の死は避けられません。今この体で大切な人と手をつなぎ愛し合える時間は限られています。今この体で大切なお子さんを抱きしめることができる時間は限られています。もし今自分が見ている世界、感じている感覚、感情、それが脳という精密機械によるトリックだったとしても私は構いません。そのトリックを大いに楽しむ価値があると思います。人間の脳は時に怒りを感じたり、時に辛くなったり不安になったりすることもあります。しかし同時に何かを想像してウキウキしたり、幸せに満たされたり、言葉では説明できない嬉しさに包まれることもあります。毎年日本では数多くの人が自ら命を絶ちます。特に昨年2020年の自殺者は11年ぶりに増加し2万1081人になったと言われています。一歩社会に出ると時には強いストレスが心に突き刺さってくることもあるかもしれません。人は悩んでいるとき、過去に受けた傷やトラウマにとらわれたり、まだ起きていない未来の出来事を予想して不安になり、今目の前の瞬間瞬間を思い切り生きていない状態になってしまいます。そんな時はスマートフォンばかり触って下を向かず、一度顔を上げて目の前の世界を見てみてほしいと思います。夕焼けの美しさ、顔に当たる風の気持ちよさ、いろんなものを感じますよね。小さい頃はそんな四季の変化の一つ一つにワクワクしていました。小さな虫を触ったり、植物を触ったり、それだけでウキウキしていたと思います。でも大人になると心の中を別のことで占領されてしまい、そんな純粋な気持ちを忘れがちになる人も多いと思います。私たちは人間だからこそ授かったこの脳のおかげで毎日素晴らしい世界を見ることができています。しかし同時に人間は賢すぎるがゆえに、本来の生きるということの本質的な楽しさを忘れてしまうこともあります。ペットの動物たちを見てほしいと思います。動物たちは毛布にくるまっていたり、餌を食べているだけでこんなに幸せそうな顔をします。癒されますよね。でも本来私たちも動物なのです。動物たちは戦うこともありますが、時に逃げることも必要とします。しかし私たち人間は戦うこと、競争することばかりを強いられます。それにより歪みが生じ、心に傷を受ける人も数多くいます。そんな時は原点に立ち返ってほしいと思います。辛い時は多くのことを欲張らずに、まずはシンプルに食べて、寝て、呼吸して、起きて、それができるだけで私は本来は素晴らしいことだと思います。今いろんな状況に置かれている人がいると思います。しかしどんな状況であれ、それを悲観しすぎず、今の目の前の瞬間瞬間を楽しんでほしいと思います。命を最後まで思い切り楽しんでほしいと私は願います。学校や会社では教えてくれない明日を生きるヒントをお届けする、ちょっと過激でダークな大人のための社会派 YouTube チャンネルです。普通の人とは違う壮絶な経験をした人や、さまざまな社会問題について当事者の生の声を取材し、専門的な分析を交えて考察しています。気になる方は黙示録チャンネルへどうぞ。